今回の反動ダメージ技だけでマスボ級を目指すわ。モンスターボール級の対戦となります。モンボ級での対戦は現在0勝2敗、そろそろ初勝利したいところ。相手のパーティーは電気を無効にできるポケモンがいないので、初手はこだわりハチマキワイルドボルトが打てるレジエレキ。電気を半減できるマスカーニャ用にこだわりスカーフムクホーク。あとは技範囲が広いヒスイウインジ。この対戦はこの3匹選出でいきます。相手の初手は月光が。こちらはレジエレキなので、もちろん有利対面。後続に受けれるポケモンがいなさそうなので、ワイルドボルトを選択。居座ってきたってことはタスキかな？あ、タスキじゃなかった。てか、ゾロアークかよ。色違いヒスイゾロアークかっこいいな。まあ、ヒスイゾロアーク程度の耐久なら一撃だよね。相手の次のポケモンはパオジアン。不意打ちをされないことを祈ってワイルドボルト連打します。お、不意打ちされなかった。つっよ。パオジアンさえも一撃で持っていくレジエレキ強いわ。相手の残りは月光が、テラスタイプや持ち物次第では、このまま3盾あるぞ。ここはもちろんワイルドボルトを選択。コウさんが選ばれ3盾で勝利。モンスターボール級初勝利の後、引き続き2試合目です。相手はイルカマンとペリッパーがいるので、アメカで効果力を押し付けてきそう。とりあえず電気が一貫してるので、初手はレジエレキ。ラウドボーンや巨児を運用に突撃チョッキー大刀。最後の一匹を選ぶにあたって、相手のパーティーに刺さっているポケモンがいなさそうなので、技範囲が広いウィンディを選出しておきます。相手の初手はラウドボーン。イルカマンかペリッパーが来ると思っていましたが、読みが外れました。ラウドボーンといえば、物理耐久型がメジャーな方なので、レジエレキのワイルドボルトは一回は耐えてきそう。耐えた後に第一の力で倒してくる可能性があるので、ここは相手のパーティーに刺さっているレジエレキを下げて、偉大刀に交換します。ラウドボーンはアンコールを選択。現環境で一番メジャーなレジエレキの方は壁張りなので、光の壁読みでアンコールをしてきたんでしょうね。ここはウェーブタックルを選択をしましたが、相手は交換。出てきたのは水ロトム。ここで水ロトムが来るってことは、後続にイルカマンはいなさそう。突撃直帰持ちなので、水ロトムの攻撃を一回は受けれますが、捨て身タックルで削り切ることができなさそうなので、電気技読みで一旦レジエレキに交換。オニビカ。物理型のレジエレキなので、結構きついな。水ロトムのハイドロポンプを一回は耐えてくれそうなので、ここは大爆発ではなく、ワイルドボルトを選択。ここで相手はテラスタルをしてきました。タイプは電気。やけど込み効果今一つだとさすがに全然ダメージが入りません。ちなみに当倍ワイルドボルトの威力は、90×1.5×1.3 イコール 175.5 で、大爆発の威力250の方が瞬間火力があります。なので、一回しか行動できない時は大爆発がおすすめです。相手はボルトチェンジでラウドボーンが来たので、1ターン目と同じように偉大刀を出して、ウェーブタックルを選択します。もう水ロトムに交換するタクは使えないぞ。ウェーブタックルが決まる。耐えるのかよ。ダメージ計算をしてみたら、攻撃特化適応力ウェーブタックルは、防御特化ラウドボーンに 56% の乱数一発でした。ダメージ感覚的には一発で倒せるイメージだったので、耐えられてびっくりしました。ここで相手はラウドボーンを交換して、ロトムをクッションとして使ってきました。水ロトム死に出しで出てくるのは、ペリッパーでした。偉大刀の素早さ種族値は78。
フェリッパーは65。偉大党は素早さ無振りなので、先制できるか微妙なライン。相手のラウドボーンにはウィンディのモロハの頭突きで倒せるので、偉大党は切り気味に動いて問題なさそう。なので、ここはモロハの頭突きを選択。お、先制できました。え、強あの物理耐久が高いフェリッパーを一撃？今回もダメージ計算をしてみたら、防御特化だとさすがに確定2発で、H フリフェリッパーなら確定1発でした。あとはウィンディのモロハの頭突きを当てるだけ。よし、当てた。命中 80% の技がメインウェポンなの、マジでヒヤヒヤする。ただ当てた時の火力、反動ダメージなしで撃てるのはマジで強いし。なんといっても、ロマンがあるよね。なお、あの後負けに負けて勝率は5割を切り、ランク5にさえ上がれていません。なので、パーティーにてこ入れをしました。ムクホークとウィンディの技範囲が被っていたファイアロー。物理受けのヘイラッシャに変えました。あとはチョッキー大刀のテラスタイプを自らノーマルに。攻撃一辺倒なパーティーだったので、これで多少バランスが良くなったのでは？では、このパーティーで対戦していきます。相手のパーティーは毒タイプが多く、純伝説ポケモンもいない。初手は全体的に通りがいいムクホーク。マリルリ、ドヒドイデようにレジエレキ。これだとストリンダーが重そうなので残りはウィンディ。ヘイラッシャは選出しませんでしたが、今回はこの選出でいきます。相手の初手はストリンダー。ムクホーク、ストリンダーだとタイプ相性が不利ですが、ここは捨て身タックルを選択します。ストリンダーの調整次第では一撃で倒せそう。やっぱりムクホーク強いわ。これで後続のレジエレキが動かしやすくなりました。次に出てきたのはボーマンだ。特性は威嚇じゃないので、自信過剰か。このまま捨て身タックルを選択して、運よく倒せればいいかな。惜しい。威嚇なしとはいえ、ボーマンダをここまで削るとは。ドラゴンクローで倒されましたが、いい活躍をしてくれました。あとは素早さが勝っているレジエレキで倒します。あ。命の玉の反動でボーマンダが倒れました。あとはレジエレキでワイルドボルトか大爆発してれば勝てそう。相手の最後はゲンガーか。そして持ち物が風船なので、ワイルドボルトで終わりだな。テラスタイプが地面だったら、どうしようかと思ったよ。現在モンスターボール級の最下層。心機一転、この調子で勝ち進みたい。パーティーを変えた後は連勝して、勝率は5割復帰。さらにスーパーボール級昇格戦となりました。相手のパーティーはヤドキングの寒いギャグからの、雪かきツンベアーで一掃してきそう。なので、初手はレジエレキ。全体的にレジエレキの通りがいいですが、血を這う羽の出会い頭の交代先としてヘイラッシャを選出。最後の一匹の選出ですが、相手の全員のポケモンに飛行技が10倍以上で入るので、こだわりスカーフブレイブバードができるムクホーク。この3匹選出でスーパーボール級の昇格戦に勝っていきたい。相手の初手は読み通りヤドキング。ヤドキングは特殊耐久のイメージがあるので、レジエレキのワイルドボルトを耐えるのはさすがにできなさそう。お、居座ってきた。特殊技を一回耐えて、寒いギャグをしていたんだろうけれど、それをさせずに倒すことができました。次に出てきたのはツンベアー。やっぱり寒いギャグからの雪かきツンベアーをしようとしてたな。レジエレキは相手のパーティーに刺さっていたので、ここは一旦ヘイラッシャに交換。相手のパーティーの残りは全員物理アタッカーっぽいな。危な。
相手の思考時間が短かったので、ヘイラッシャーを絶対レイドで倒す気満々だな。ウェーブタックルのダメージはだいたい半分程度。2回連続外しは運がいいぞ。あとはウェーブタックルで倒すだけ。相手の最後の1匹はパルシェン。ヘイラッシャーに対して殻を破るは関係ないが、後続のレジエ歴などを考えると、積んできそうではある。捨て身タックルでダメージを与えていきます。やっぱり殻を破るしてくるか。ちなみにパルシェンの素早さ種族値は70。最速なら実数値 134×2 で268。純速なら 122×2 で244。レジエ歴は純速なので、素早さ実数値は252。パルシェンの育成次第ではヘイラッシャーで倒せないときつくなるぞ。さすがパルシェンの物理耐久、全然入らない。ここでテラスタルって。ゴーストはやばいって。捨て身タックルを吹かされてしまいました。パルシェンはテラバーストを選択。天然で攻撃アップを無効にできるので、テラバーストは余裕で耐える。あとはウェーブタックルでダメージを与えていくだけなので早送り。ここの急所、意外と大きいかも。テラバーストをギリギリ耐えて、ウェーブタックルでパルシェンを倒すことができました。殻を破るを踏まれた状態でヘイラッシャーを突破されていたら、後続まで全抜きされていたかもしれないので、倒すことができて助かりました。ヘイラッシャーは反動で倒れましたが、いい仕事をしてくれました。スーパーボール級に上がりました。パーティー変更してからは驚異の5連勝。やっぱりパーティーはアタッカーだけだとバランスが悪くなり、対戦に勝てないことがわかりました。さあ、次からは鬼門のスーパーボール級。連勝した勢いでひとまずハイパーボール級まで駆け上がりたい。では、ご視聴ありがとうございました。